焦ることなくできることだけやればいいわ。必要なものならこっちで何か持ってると思うわ。品物を見せてほしい。それは何より。おい。なのよ。そっちだ。やる気は十分だ。こっちへ来い。よし。こっちだ。わかった。いや。なんだ。そのパワーアーマーから出てくれないか。よし。おい。命令してくれ。あっちに進め。できないな。あそこへ行け。分かった。すぐに取り掛かろう。
物がかなり入ってきてる。すみません。ちょっと商売でもしてみる？持ってるものを見せてほしい。今持ってるのはこれよ。調子はどう？スイカのキャップを忘れないで。それを引きずり回すのは重労働よ。
ちゃんと育ってるようだ。え？何か買わないか？ざっと見る時間はある。それは何より。
マクドナウ市長はいつでもミニッツメンに反対だった。どうも理由はわからないが、バレンタインが珍しくこのオフィスに入ってきたよ。何を言えばいいのやら、パイパー。あんたと俺と不運が古い下水管を流れる酸性雨のように一緒になって流れていくようだ。その例えにはここにいる依頼人も入ってるの？それで二人してこの事件にとうとう私を引き入れようって言うんだね。どういう話？助けが必要だ、パイパー。ケロックという男に息子を誘拐された。だが話はそれだけじゃない。奴はインスティチュートと組んでいた。それでショーンはあいつらに引き渡されたんだ。インスティチュート？うわ、この気味の悪い話を調べて1年以上になるの。連邦のお化けね。誰からも恐れられ憎まれている。全くその通り。時には真夜中に人をさらう。時には古い人造人間を置き去りにして奴らがそこにいると思い出させる。でも今日に至るまで誰もよく知らないことが一つ。インスティチュートが本当はどこにあるのか、あるいはどうやって中に入るのか。その通り。でも知っている人が一人はいるはずでしょ。ショーンをそいつらに渡した人間が。ケロックか。うん。あの手の人間はアクセスできたはず。入るのも出るのも。だがその角度から見てもうまくはいかない。なぜなら奴は死んだからだ。それで殺し屋の誘拐犯は復讐に燃える親に脳みそを吹っ飛ばされたわけね。これで連邦最大の謎が残っていなければ素晴らしいエンディングだったのに。さてどうする。脳みそを吹き飛ばされてる。脳みそだ。そんな男はもういらないよな。ニック、言ってることがおかしくなってるよ。古いサブルーチに欠陥があるんじゃない？いいか、グッドネイバーにメモリーデンと呼ばれる場所がある。心に残る過去の記憶を、それが起きた日のようにはっきりと蘇らせてくれる。死んだ脳に記憶に隠れた心を歌わせることができる人がいるとしたら、ドクターアマリだ。ドクターアマリとは何者なんだ？彼女の半生は直接語らせるよ。今はこっちに集中しよう。ケロックの脳の一部が必要になると思う。十分な量の開発室をアマリに持って行って、これがうまくいくかどうか確かめてみよう。まいったな、ニック。気持ち悪い。本気？嫌な話なのは承知だが、他に選択肢があるか？何の手がかりもない。全くだ。あの傭兵の脳に知りたい秘密が全て詰まってるかもしれないんだぞ。実はすでにあるものを持ってる。ケロックはこれを持ってた。頭の中にサイバネティクスってやつか。宝くじに当たるかもな。この突飛な脳の話に乗るかどうかはともかく、全員で連邦中を駆け回るわけにはいかない。誰が一緒に行くの？ドクターアマリに紹介するなら、どっちにしろメモリーデンに行かなきゃならない。だが一緒に行きたいならそう言ってくれ。パイパーと行く。向こうで会おう、ニック。分かった。気をつけてな。心配するな。お前の息子は取り戻す。あと少しだ。仕方ない。次はいいものがあるかもしれない。それをやる必要はある？
奴らはいないようだ。
ッドネイバーだね。範囲になりたいか、それか刺されたい。買ってくれると嬉しいな。武器の在庫をたくさん持ってる女の子だって生計を立てる必要があるんだよ。結局品物を見せてほしい。退屈しないようにいろんなものを買いなよ。BOS が誰であれ、平和のために来たとかいうたわごと。あらあら、ミスターバレンタイン。あたしのことなんか忘れたと思ってたよ。たとえメモリー殿から出て行ったとしても、君を忘れることはないよ、イルマ。まあ、あまりはしたよ。ドクターアマリ。ええ、儀礼的な訪問じゃないんでしょ。助けてほしいんだ、ドクター。ケロッグという男から記憶を取り出したいんだが、奴は死んでいる。奇跡を頼んでいるのは承知しているアマリ。だが以前にも不可能をやってのけたよな。二人とも頭がおかしいの？死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。さあ、何か喋って。何か言うつもり？違うの？何か言うつもり？違うの？何か喋って。頼む。これをうまくやれるのはドクターだけだと聞いてるんだ。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ。あまり連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。分かった。見てみましょう。でも保証はできない。もう持ってきているの？見つけられたのはこれだ。これは何？脳じゃない。これは、待って、それは海馬ね。
そしてそれにくっついているこれは神経インターフェース。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。やってくれドクター。ミスターバレンタインは古い世代の人造人間よ。だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。でもものすごいリスクよ。彼の脳に別なものを接続する話なんだから。心配しないでくれアーマリー。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。本当にうまくいくと思うかニック。全くわからない。だが向こうには行方不明の子がいるんだ。リスクを取る価値はある。準備ができたらミスターバレンタイン腰をかけて。年寄りでゴマ塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ。いいか。さてとミスターバレンタイン、ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう、何か違う感覚がある？チカチカする。動かなくなった。どういうことかさっぱりわからないドクター。これを恐れていたの。記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置のようね。移植された記憶にロックがかかっている。どうやって記憶にロックをかける？移植は海馬の記憶活動の全てを記号化している。コンピューターのコード転換みたいな感じかな。そしてこちらにはパスワードがない。待って、一つの心では破れない。でももしも二つ使ったら、あなたもミスターバレンタインもメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。向こう側で会おう。移植脳とホスト間における脳配送開始。移植脳から記憶活動の信号が出てる。弱いけれどそこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。それは安定しないかも。待ってて。聞こえる？よかった。シミュレーションがうまくいきそう。記憶はかなり断片的だけど。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。さあ、これが見つけられた最初の無傷の記憶よ。人は常によりよいものを望んでいる。だから最初は混乱するかもしれない。あの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか。今考えると親父を殺してほしかったんだと思う。殺せばよかった。家を逃げ出す代わりにNCR とその放棄から逃れられる場所を見つけようと心に決めた。だが実際は母さんを親父から守らなかった罪悪感から逃げ出したんだ。今となってはどうでもいいことだ。
母さんはどういうことか分かっていた。優しくはなかったが、母さんなりのやり方で愛してくれた。そして親父から守ってくれた。その代償は何度かの殴打では済まなかった。家を出てから母さんがどうなったかは知らなかった。知りたくなかった。その時は冗談ね。母さんどういう意味？何でもないわ、コニー。みんな何か言いたくて、誰かが自分たちを守ってくれるようになって。学校の先生は、NCR が昔の良い時代を取り戻してくれるって言ってたよ。最終戦争の前みたいに。そんな戯言に耳を傾けちゃダメ。そんなことを教えているんだったら、もう学校に行かせないよ。ブーツどこに置いたんだ。聞きなさい、これを持っていて。もう大きくなったから。もう我が家の課長はお前だよ。家族を守るのはお前の仕事だ。父さんは役立たずだ。だがお前は父さんのようにはならない。いい子だからね。ラジオで言ってることも無駄話だ。この世界でお前を守ってくれる唯一のものはその手にある銃だけだ。生き残りたいならその使い方を学ばないとね。やるよ母さん、約束する。がっかりさせないよ。いつもいい子だったものね。これは探しているものとは違うみたい。この無傷の記憶は時系列で言うと今あなたがいるところに近いみたい。ほら、それを試してみて。幸福について言えるのは、失って初めて幸福だったと気づくことだ。言い換えれば、自分たちが幸福だと思うことはあるかもしれない。だけど本気で信じてはいないんだ。些細な戯言、次の仕事、何でもいいから集中するんだ。幸福がどんな感じか本当に理解するのは、振り返ってみて、その後に待ち受けているものと比較するときだけだ。そのうちわかる。でもここには知り合いもいないし、今は赤ちゃんもいるのよ。頼むよサラ、チャンスをくれないか。ようやく装備意識のついたまともな職に就いたんだ。近頃の NCR では間違いだって言ってるわけじゃない。ただこの人たち、自分がやってること分かってるの？なんていうか世間知らずよね。だからそういうところに入ってしまったんだ。まあ待ってくれ。数年以内に自分の仲間を率いるから、必要なつながりができ次第。そうすれば欲しいものは何でも。今まで一度も心配したことはなかった。可愛いメアリー、母性本能が目覚めちゃったんだわ。そんなものがあったなんて。おいおい、あの子によくしてるじゃないか。それに心配する必要はない。仕事のほとんどは社員の警備だ。こわもてに見せて立っているのが。その仕事だったらぴったりの人間を見つけたね。いいか、ここでの暮らしは素晴らしいものになる。わかるだろう、この仕事がお前とメアリーを守り続ける。分かってるコニー。ここで本当に幸せになるんだね。その通り、見てろよ。大丈夫、赤ん坊は俺が見る。このまま続けましょう。次の無傷の記憶につなげるわね。
最後はどうなると思ってんだ、ケロッグ。相手には何をしても構わない、仕返しをされることはないとでも思っていたのか。知っての通りだよ、彼らは悲惨に死んでいた。そしてお前はいなかった、何の役にも立たなかった。試してほしい新しい記憶が見つかった。接続するわね。人の悩みを解決してくれると聞いたんだが、合ってるかい？金を払えばな。ああ、金は払う。で、一人で全てやってのけると？その通りだ。仕事が終わったら支払う。それでいいか？そうしたいならそれでいい。で、誰に死んでもらいたいんだ？実はこういう話なんだ。あの家族は小川をずっと下ったところに住んでいて。だんだん近づいているみたい。次のを試して。ミスター・ケロッグ、アウトを決めてくれて嬉しいわ。あんた、インスティチュートの人間なんだ。本当にいるのか、この目で確かめたかった。ご覧の通り生きてますよ。何の用だ？最近ここの仕事に対してかなり破壊的なのが目に余って、やめてもらいたいのです。金をもらって頼まれたことをしているだけだ。それが問題っていうなら解決法は一つだけだ。それは何、ミスター・ケロッグ？あんたらが依頼人になれば問題はなくなる。聞いたところでは金の余裕はあるのかしら。現在の状況をよく理解していないみたいだけど。いや、理解していると思う。いいでしょう。 B748 起動。それなら話し合うべき案件があるかもしれないわ。近づいている感じ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。もう脳が残っていない。あ、ほとんど無傷に見えるのが一つある。今接続する。手動オーバーライドを確認。低温睡眠停止。ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いいぞ。ログを調べてみよう。うまくいけば。ああ、見つけてくれ。ポット番号 C6、 突き当たり近くのホールだ。殺さずに済んでよかった。子供を殺した経験がないとは言わないが、喜んでやったことはない。それに赤ん坊を見て彼女のことを思い出したみたいだ。俺は冷酷なろくでなしだが、それでも人間なんだ。だがこれでよかった。
彼女の子をさらって彼女を生かしておくよりも。終わった大丈夫、あと少し、これで全部うまくいくはずだ。こっちに来て。ここに。待って、いい子ね。この子は私が。赤ん坊を離せ、一度しか言わないぞ。あれをまた体験させてしまってごめんなさい。無傷の記憶をまた見つけたわ。準備ができ次第つなぐわね。あれは息子さん？これはつい最近の記憶みたい。だからいい知らせってことよね。ダイヤモンドシティの真ん中で子供と落ち着く考えはなかった。実際ひどい考えだと思っていた。だが上層部が温めてきたプロジェクトの一つだったのでここにいた。子供と一緒に幸福な家族のように。最終的には気に入っていた。物事が違った方向に転がっていたらこういう人生だったのかもと思わせられた。だが後戻りはない。一時的なもので近いうちにいつもの仕事に戻るのは分かっていた。ケロッグ、いいんだ。新種の人造人間は問題なく人間として通用する。何人かは実際に通用した。だがコーサーは品種改良のために作られてはいない。殺人マシンだ。純粋で単純な。本物の人間よりも賢く強く速い。常にこちらの味方でいてくれたのは助かった。いつかお前も自分の頭を吹き飛ばされてこんな風にここに押しかける。一般市民への露出を最小限に抑えることが最優先です。俺が何を言ったんですか、忘れてくれ。それで今度の大きな危機とは何なんだ。新しい命令です。私たちの科学者の一人がインスティチュートを去りました。去ったと。寝返りました。ブライアン・バージルという名前です。輝きの海のどこかに隠れているのは分かっています。これが彼のファイルです。これはこれは責任を取らされるやつは大変だな。生かして連れ戻すのか、それともただ排除するか。排除です。彼は非常に機密性の高いプログラムに取り組んでいました。冗談だろ。バイオサイエンスボーイズの一人か。参った。ということはその子を連れて戻るんだな。その通りです。あなたの唯一の使命はバージルの居場所を突き止めて排除することです。父さんの元に返してくれるの？そうです。隣に立ってじっとしていてください。わかった。
X688 ショーンと転送装置の準備完了。さよならミスターケロック、いつかまた会おうね。さよなら。テレポーテーション、それで全て分かった。インスティチュートの入り口を見つけた人がいないのは入り口がないからなのよ。接続を終わらせる。準備ができ次第。大丈夫だ、ドクター。ありがとう。よかった。でも自分で引き続きチェックして、長期的なダメージがないことを確認しないとね。向こうで何があったか話す気になった？必要な情報は手に入った。インスティチュートは出入りにテレポーテーションを使っている。そう。彼らの最大の秘密がついに明らかになったのね。だけど疑問が増えるばかり。どういう仕組み？次はどこへ行けばいいの？ケロックが追いかけることになっていた科学者であるバージル、あいつを見つけなければ。その通り。裏切り者のインスティチュートの科学者ならあらゆる質問に答えられるはず。彼の居場所はどこだと記憶は言ってた？輝きの海？それは変ね。誰もあそこには行かない、たとえ絶望していても。なぜ輝きの海はそんなに危険なのか？名前が全てを語ってる。放射能、量が多くてあそこでは何も生きられない。好ましいものは何も。放射能ハザードのナビは新しくもないけど、輝きの海は人を秒殺するの。そこがわからないところ。バージルはあの地獄へ逃げていった。被爆量だけでも。バージルを見つけなければならないなら追いかける。行く気なら準備しないと。あそこでは放射能対策が必要になる。輝きの海と呼ばれる理由はそこにあるの。放射能を抜ける方法を見つける。心配するな。幸運を祈るわ、無事で。ところでミスターバレンタインを先に引き戻したの。あなたが目を覚ますまでの間に移植脳を取り去って、今は上で待ってる。いや、バレンタイン。俺の頭の中で探しているものが見つかるといいな。俺は正しかった。冷凍されてる時にあんたを殺しておけばよかった。ケロク、お前なのか？なんだって？何の話をしているんだ？大丈夫か、ニック？ああ、問題ない。どうして？今、まるでケロックみたいな話し方だった。俺が？あまりは記憶の印象が少し残るかもしれないと言っていたが、とにかく問題はない。進めよう。
それともダイヤモンドシティに戻るか。あんたにはもう仲間がいるんだから。輝きの海に向かう必要がある。何かアドバイスは？人造人間には放射能は大した問題にならないんだが、あんたには古いパワーアーマーが求めている守護天使になってくれるかもな。それか化学製品ディーラーが抱えているラッド X とラッドアウェイを買い占めるのもいい。じゃあな、ニック。幸運を祈るよ。どこで会えるかは分かってるよな。企んでるな。母親になんて言えば。邪魔しないでくれないか。人の体を盗み上がる人造人間を撃ち殺したところなんだ。分かった、もう行く。仲間の近くにいた方がいい。仲間が変な行動をしだして入れ替えられたなんてショックなことが分かったらどうする。どうすべきか分かるだろう。一番上の階だよ。廊下に出て右の一番奥。ありえない。あんたなのか。サンクチュアリヒルズのやつだ。違うか。待ってくれ、ボルトテックの人。そうだ、ボルトテックだ。20年間忠実に勤めてきて、今はこの有様だ。入居リストに入ってなかったんだ。しかしあんたは何なんだ。200年も経ってるのに完全な見た目をしてる。どうやってそんなことが可能なのか。ボルトには使える冷凍ポットがあった。実は最近解凍されたばかりなんだ。なんだって。ボルトテックはそんなこと言ってなかった。信じられない。私はハードな方法で未来になれなきゃいけなかった。生き抜かなきゃならなかった。こんな汚物や腐敗や流血の中を私を見てみろ。グールだ、化け物だよ。本当にすまない、こうなると思わなかったんだ。なあ、あんたは昔会ったことのあるたった一人の人間なんだ。だから頼む。ここでは本当にずっと一人だったんだ。連邦の集落はどこも200年のボルトテック販売経験を持つグールなんか欲しがらない。なあ、サンクチュアリに戻ることもできると思うよ。訪ねていくよ、約束する。本当か。そう
そうしてくれるかい。わかった。今からそこに向かおう。訪ねてくるって約束してくれたよな。そこで会おう。